神戸市北区の有馬温泉では、医療従事者を支援しようと、温泉の湯を販売して売上金を寄付する新たな取り組みが今日から始まりました。この取り組みを始めた神戸市北区の日帰り温泉施設太閤の湯は、先月8日から臨時休業となり、再開は今月30日を予定しています。太閤の湯では医療現場で戦う人たちを応援しようと、この度有馬温泉の湯を20リットルにつき500円で販売し、売上金を神戸市が創設した医療支援ファンドに全額寄付します。有馬温泉といえば、豊臣秀吉も好んだとされる金泉や銀泉が有名ですが、一般家庭での入浴用に湯を販売することは初めてだということで、自粛疲れを癒そうと早速多くの人が買い求めていました。何かね、お役に立てることがあればと思いまして、主人がすごくお風呂が好きでね、ここにもよく来てたので、ぜひ今日来れなかったんですけど、すごい楽しみにしてましたんで、この日を待ってました。ちょっとお風呂に入れてゆっくりしたいと思います。この取り組みは7月末まで続き、購入には事前の予約が必要です。